はい、皆さんこんにちは。お元気ですか？あなたの本当の声を引き出すボイスコーチひろよです。というわけでお久しぶりでございます。はい、もうね、話したいことがね山積みで、何度もこの音声撮ってるんですけれども、とてもとてもですね、3分とかそんなことでは話せないということで、まずこの今ね画面を見ていただいているこのお話からサクッとしようと思います。そうなんです、私実は NFT アーティストになっちゃいましたということなんですね。 NFT 何っていう方多いと思うので、まあご自身でググっていただくのが一番ちゃんと説明があるかと思うんですけど、まあ、むちゃくちゃ簡単に言うとデジタルアートの世界ということになります。でも今までもね、ネット上にそういうデジタルアートっていうのは存在してたんですけれど、独特なのが、まあ、いわゆる今ね Web3 って呼ばれてますけれども、ブロックチェーンっていうね特別なそのシステムの上に乗っかっているので、こう改ざんができないとか、なんかねずっと証拠が残るとか、まあそういうような世界の中にあるアートだけではないです、 NFT が使えるのはね。だけどまあ主にアーティストたちが使っているそのプラットフォームというふうに感じていただければなと思います。はい、でなんでこんな NFT みたいなことを始めてるかっていうとですね、まあ、私ワクワクドキドキ大好きっていうのはみんなもご存知だと思います。ワクワクドキドキするために何をするかっていうと、まあ、今までやったことがないこと、新しいことに挑戦っていうのが私のテーマになっています。でそれをすると結局ね、自分の中に自分でも気がつかなかった新しい扉が開いたりするわけですね。はい、なので私はそれを求めてついに NFT の世界、そしてメタバースの世界へと乗り出してきたというわけです。はい、でこの曲の話をすると、この曲はそのメタバースの空間の中でねミュージックイベントをさせていただいたんですけど、その時の経験のキラキラしたことをこう記憶に残しておくために作った曲です。そして私をその世界にね引っ張り込んでくれた素敵なアーティストがチョン・リーというこのアニメーションを作ってくれたアーティストになります。共同作品コラボレーションの作品で、この作品の名前 Brand New Days という曲になります。ぜひね NFT 体験、そしてメタバース体験してみたいって思っているあなた、下の説明欄をぜひご覧ください。そしてね、公式 LINE もやっています。そこだと直接メッセージのやり取りもできますので、ぜひ直接あなたの声を聞かせてください。またね、皆さんといろいろワクワクの楽しい経験ができたらいいなって思っていますよ。それではまた。